ヘンリー・クロムウェルは、イングランドの軍人、政治家。イングランド共和国の初代五国教、オリバー・クロムウェルとエリザベス・バウチャーの間の四男で、第二代五国教、リチャード・クロムウェルの弟。イングランド共和国時代のアイルランドにおける重要人物である。1628年に、ハンティンドンに生まれ、フェルステッドスクールから、ケンブリッジ大学、エマニュエル・カレッジに進んだ。 新境と革命期のイングランド内戦の終盤に父の下で従軍した。しかし、最も活躍したのはアイルランドにおいてであり、1650年、初めには父を支援するため、軍隊を率いてアイルランドに渡り、1653年まで中流期兵連隊長を務めた。同年のベアボーンズ議会にはアイルランド代表の一人として参加。 第2代チッペナム男爵サーフランシス・ラッセルの娘で、あるエリザベスと結婚し、ご男二女を設けた。1653年から1660年まで、ダブリンのトリニティ・カレッジの学長であった。1654年3月、父から視察官に任じられ、再びアイルランドへ赴いたヘンリーは、ご国教となった父に、アイルランドの統治に関する進言をした上で、 1655年7月からアイルランド軍最高司令官となり、アイルランド評議会の一員となった。形式上はアイルランド総督で、姉、ブリジットの夫でもあるチャールズ・フリートウッドの指揮下に位置づけられていたが、同年9月に議刑がイングランドへ赴いたため、アイルランド統治の実権を掌握することとなった。背景にアイルランド政策の対立があり、 フリートウッドの統治下で、プロテスタントの一派であるバプテストが、軍に入り込み、アイルランドを軍事支配して、カトリックの先住民を西部のコノートへ強制移住させようと企てたのに対し、それに反対する、軍上層部など保守派と結びついた父がヘンリーを派遣。バプテスト独裁で不満を持つ、他のプロテスタント諸派をなだめ、 アイルランドの統治を公平に改める必要性から取られた人事異動だった。ヘンリーはフリートウッドが取っていたアイルランド人を国外へ送り出す政策を緩和し、イングランド人移住者たちの権益にも一定の関心を払った。また、これもフリートウッドとは異なり、プロテスタント諸派の間で公平な処遇を心がけ、アイルランドにおいて人心を掌握していたことが、 初代クラレンドン伯爵、エドワード・ハイドによって伝えられている。具体的には、バプテストが起都したカトリック住民のこの音への移住を、中止、バプテストが食い込んだ中央、地方行政を、地主や自治都市に変換。ニューイングリッシュと呼ばれる、プロテスタントのイングランド系アイルランド人と協力、彼らに権力を与えつつ、バプテストを排除し、アイルランドを、軍政から民政に移行。 戦乱で苦境に立つニューイングリッシュに配慮して課税も、改め、アイルランドの立て直しを図った。また政治助言者として、父の腹心のブロックヒル男爵クロージャーボイル、秘書のウィリアム・ペティ、アイルランドの聖職者、エドワード・ワースと結び、3人の協力でアイルランドを、ニューイングリッシュを政権に据えた体制に整えた。一方、カトリックのイングランド系アイルランド人で、 従来の支配層だったオールド・イングリッシュは政治から一掃されていった。宗教政策ではバプテストと同じくプロテスタントの一派で軍士官に浸透していたクエーカーを排除。産業政策ではイングランドからの指令で輸出が禁止されていた品物の制限を緩和、イングランドの規制下で交易の復活を期としていた。1657年9月のフリートウッドの総督人気満了により、 二ヶ月後の11月にヘンリーはアイルランド総督となった。彼はそれ以前に年間1500ポンドを生む資産を与えようという申し出を受けた際にはアイルランドが貧しいことを理由にこれを辞退していたが貧困は彼にとって最大の問題ではなかった。ヘンリーは1654年には父を国王として 即位させようとする動きを支援していたが、1657年の時点では大いにはつかないようにと父に助言を送っており、1658年2月に第二議会が解散となって、以降は父が中央で立憲的な姿勢を保つよう不信した。父の死後、兄リチャードが五国教を継承したことを歓迎したが、ヘンリーは改めてアイルランド総督及びバナ内コールゼネラルに、 人じられ、当地に泊まることになった、彼は大いに落胆した。チャールズ二世による王政復興を支援するよう申し入れられたヘンリーは、これを拒み、兄の政権が倒れた。直後の1659年にイングランドへ召喚された。この命令に粛々と従った、彼は直ちに公職を退いた。王政復興によって、所領の一部を失った者の,の様々な手配をして、 アイルランドで買い入れた資産を守った。晩年のヘンリーは、ケンブリッジシャー州ウィッケンのスピネーアベーで静かな暮らしを送った。王政復古後の政権から干渉されることもなく、一度は国王が彼のもとへ出向いてきたこともあった。1674年に46歳でウィッケンで死去、教区教会の妻の墓の隣に埋葬された。ありがとうございます。